準備できてるか。はい。先日ママの誕生日でした。今から3人で心を込めてマミーの似顔絵を描きます。はい。OK？ はい。何？拍手やけど。描くで。はい。パパも描いてよ。だから3人で描くって言ってるやん。一言メッセージも書いて OK で。かけるならな。書けへんねんけど。じゃあなしやな。なんで？書いてあげるな。じゃあ書いて。書くで、書くで。まあ、タイツの持ってるマーカーみたいなんでも、小春の持ってる色鉛筆でも、どっちでもいいです。はい、小春色鉛筆。よー、スタート。タンタンタン。集中やで、集中。何色で書こう。あんま時間かけられへんな。なんで？また始まって、なんでか。ねえねえ、同時になんでって言った。どうしよう、縦書きにしようかな、横書きにしようかな。なんか縦、体も見たから。春は体も描くらしい。体の大地描かへん。パパは描かへん。そんなやん。鉛筆入れてる。え、だってさ、あのさ、もし下書き用に。どうしても描かへん。パパは。だって何？パパは。黒鉛筆で。でも見てたら、この黒はこうじゃない。色鉛筆で描いて。マーカーで色塗ろうかな。ほんまに素晴らしい。もう何色やろなこれ。ちょっとちょっとちょんって書いてる。いやいや、どうしよう。コンやったらどうする。まあコンでいこう。じゃあ書いて。時間ないで。まあいや立ってからな。どっちやねん。ママは目が大きい。パパ、お前目大きすぎて変になってたで。そんなんなってないよ。なるわけないやん。何やねん。いや、まだなってたし。うわ、もう変やわ。どうしよう。ねえ。もう変やわ。どうしよう。輪郭あ、タッチうまい。タイちゃんさ、うまい。え？ママに、うまいって言われてる。誰が？おはる。やばい、めっちゃ怒られるわ、これ。ない、笑われんで、それより。マジで。一生懸命描いてんだけどな。ねえ、カメラに見せて。はなかっぱやん、それ。誰がはなかっぱやねん。ママやん。はなかっぱやん、誰やねん、それ。顔長い。鼻でかすぎない。え？え、ママ誰？鼻でかいな。ねえ、ママ二重やで。ってことは、こうかね。余計変になっちゃった、どうしよう。コアのせいや。コアのせいや。コアのせいって言おう。こんな唇熱くなかったのママ。唇いるよ。タチ濃くて。目のクマみたいになっちゃった。タチ今こんなんやで。早くしてるからね。うん、早くして。早くしてる時間ないね、これ。押したで、コアの、まだそんなん？もっと早くして。書いてもん。新ちゃんに書いても気持ち込めて。あ、まつげとおばあ。間違えた。ピンクだ。ホップ。ホップピンクだよ。キャー！オレンジで勢いよく書いてた。だけどいい感じできたからまあいいや。ね。やっぱ自然と言えば緑だから書いてあげる。自然の意味が違う気がする。ママの好きな色とかにしたら。こっちの自然か。じゃあこの色。うん、分かった。ママって、ママってなんでこんなセンター分けなの？なんでセンター分けしようかな、これ。ねえねえ、男みたい。どこがやん？いや、見せて。おばさんやねえ、見せて。ただの男やん。男ちゃうし。男やん、ただの。優しそうな女性やん。とかね、なんかどっちか分からんけどね。ここっていうのね、それは。うん。そんな長い作り方。どうだったっけ。入ってます。めっちゃ白飛びしてる。辛い。ねえ、パパ鼻かっぱやん。どこがやねん。鼻かっぱです。シワ入れたら怒られるな。絶対怒られる。何言ってんの。できた。めちゃくちゃうまいかもしれない。ひょいひょい。メッセージ書こう。
おお、体も描いてる。かわいく描くな、小学生。海だい。大丈夫？うん。絵描いた後に。結局3枚描いてるやん。それは、うん。え？やる気満々やん。絵がめっちゃちっちゃいし、やめた。これがなんか、ちゃんとやると、これはこの絵が撮っちゃうから、やめた。それでラスト。この周りに、こうする。まあ、この絵は、夜に渡しちゃいます。喜んでくれるでしょうか？え、グレーじゃないのか？え、グレーじゃないのこれ。